サッカーフランス女子代表はフランスサッカー連盟による女子サッカーのナショナルチーム。愛称のレブルーは男子代表のレブルーの女性型で綴り方が若干異なるが同じ読みになる。1971年4月17日に行われたオランダ戦は国際サッカー連盟が初めて公認した女子代表の国際試合とされ FIFA 女子ランキングではこの試合以降を集計の 対象としている。FIFA 女子ランキングでは常にトップ10回に位置して入るものの、他に多くの競合チームを抱える欧州サッカー連盟においてトップクラスに立つには至っておらず、2009年の時点で UEFA 女子選手権は最高でベスト8止まり、ワールドカップ出場は1回にとどまっていた。しかし 2011FIFA 女子ワールドカップではヨーロッパ予選を突破して、 本大会に出場し、本大会ではグループリーグを2勝1敗で終えて決勝トーナメントに進出した。これに加え、準々決勝ではイングランドを破り、最終的に4位になるとともに、初めてのオリンピックとなる2012年ロンドンオリンピックの出場権を得た。ロンドンオリンピックでは、準々決勝で2011年ワールドカップ3位、決定戦で敗れた相手、 スウェーデンに雪辱を果たし、ベスト4に入るものの、準決勝で日本に3位決定戦で、カナダにいずれも敗れて4位となり、メダルにはあと一歩届かなかった。2019FIFA フフ女子ワールドカップは開催国としての出場。プレ大会として開催された 2018FIFAU-20 女子ワールドカップの本大会としての出場となった。初戦の韓国戦では、 前半に3ゴールを決めるなど4から0の解消。続く第2戦もノルウェー相手に2の1と競り勝ちに連勝。最終戦のナイジェリア戦は接戦の末に1から0と競り勝ち、グループリーグ3連勝でラウンド16進出。だがラウンド16ではブラジル相手に延長戦までもつれる試合となったが延長戦の末に2から1と競り勝った。準々決勝では 前回大会優勝のアメリカと対戦。開始わずか5分で、ミーガン・ラピノーに先制ゴールを決められると、50分には、またしてもミーガン・ラピノーに追加点を奪われた。81分にワンディ・ルナールのゴールで一手を返したが、反撃もここまで、ベスト8で大会を去ることとなった。ありがとうございます。